三振に勝てません。こんなポニータ一緒は嫌だ。このポニータ一緒は嫌だ。おはようございます。はい、というわけで本日は一撃のデッキを組んだなんだけど裏を使うんじゃない、まあ、やってみよう。とりあえずやってみよう。はい、お願いします。物は試し OK です。はい、逆行していく。テネットってわけね。最初はグーじゃんけんぽい。お、俺のディレイについてきやがったな。だから俺の勝ちだ。先行にしようかな。お願いします。お願いします。フーペか。フーペモンキーで1枚モンキーターンってわけよ。レベルボール使用します。はい、レベルボールでルージュラ回収だな。うん、まあいいか。ベンチ出して、はい、ミカルゲベンチ出して、恨みダメ使用します。お、自分の前に1回ダメか1個乗せれる。イルカスとか怪しい腰付きで、はい、このダメか1個こっちに移動させるわ。ボーン、ベルビルも受けてる。手張りはする。で、待て、フーパーだと悪の戒め。いや、50ダメージ、まだ耐える。手張り元気な始まりとか来たらちょっと発狂するけど。まあないと信じてる。いやー、普通に三振育てたいから。それが最速だわ。大きな守りをフーパーに入ります。このままハバセ。もう一回。よかった、ハバセがあってなんとか。はいはいはい、操作は操作強いぞ。ダシアンにつける。よいしょ。これは、そうだね、一旦、あ、違う、お前は不当の剣。不当の剣、不当の剣術をそいつも取ったら確かにいらへんで。つけましょう。あー、なるほどね。どうぞ。いや、ちょっと、悪の言いますね。そういう冷静に考えてやばいなと思ってビクビクしたんだけど。危ねー、ちょっと愚かな俺を許してくれ。ヘルガにしてか、いや、手札はめちゃくちゃいい。クイックボール使用で、はい、これはね、うん、めちゃくちゃ良くなった。マンキー置いちゃって使うわ。一撃の時さすがに貼る。了解です。一撃の方向使用します。はい、ちょっとね、いろいろ考えたけど、まあそれは次の番でもできるということがなんとなく判明したので。了解です。で、博士と。博士なんだ。えらいえらいえらい強いな。それは、いや、これはね、気合図季節がある。気合図季節、気合図季節ワンチャンあるよ。50ワンチャンあるよ。90。ああ、弱点。ヤリウタン出してサルジエ使用します。サルジエ当たりはでもね、ちょっとあるからここ埋めて、ふっ、いやー、外れなんで気合づけで倒すしかねえ、そいつは。ここでね、クーパー取られるか取られないかだいぶでかいと思うんですよ。忘れず恨みダメ扱っておく。はい、1個乗せて、で、怪しい腰付きで自分の場のポケモンダメ感を1個後ろに移動させておきます。はい、まあ、ではな、ヘルカにしようかな。ヘルカで、手張りしてないので一撃の方向なんで、これ、はい、マンキー手張りしておきます。恨みもしっかり。面白い、やってやるよじゃねえか。シャーツ卵を貼っておく。はい、で、いいでしょう。勝負だ、気合い好き。本意を1回だけ裏ならこの技は失敗、表だったら弱点1個目180で気絶だな。ですね。はっ。まあいいよ、アマンジで受け入れ。ですね。俺はそういう星のもとに生まれてきてないってことか。終わりだ。一番いきます。オーロラエネルギー3体入ります。勝負。プレシャスボールを取らせて。はい、了解です。で、手張りはしたんで、付け替えを使いましょう。なるほど。で、シアンから、こっちに付けて、はいはい、で、前に出したいんで、アナルケの紐をしよう。あー、まあ、見た感じオルタージェンシスっぽいな。付け替えもう一枚くるかもよ。見た感じオルタージェンシスっぽいから、マッキーにしとくか。マッキー、了解です。で、確かに、ここで付け替えもう一枚来たら、まあ、それはそれでいいよ、別に。オルタは打たれてないってことで。そう、じゃあ、これで前に出る。マジ、了解了解。いや、しっかりそれはケアした回があった。くぅ、気合い好きの裏が悔やまれる。ワンチャン勝てたのに。口だけに貼ってきました。はい。で、じゃあ、オルターです。ああ、俺に残されたのはあと3ターンか。一番引きます。そういうことだ。いや、でもこれ結果的にめっちゃいいぞ。ある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 。全然、全然ある、これちなみに。情緒不安定すぎる。ちょ、待って、全然ある。前、進化。はい。やはり一撃エネルギーあと1枚あるよな。ちょっと待ってくれ。方向するわ。はい、方向ってなんか違う方向になってしまう。お願いします。お願いします。あるぞあるぞある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 。あったあるなあった。で、2個乗る。あ、これマジで落ちたくさいぞ。これで今恨みダメ使用する。はい、1個乗る。怪しい腰付きで1個移動させる。これで今270だろ。手札にある。マリーも打つ。マリーはね、ずるいね。で、
サルジエもうおっとっとっとレミルボール使用して、はい、マンキー回収の持ってきつつポケモン通信でマンキー戻して、あーもうゴリゴリよこんな。これすごいね。次もだって同じぐらいのダメージ飛んでくるでしょ。250は確定してるね。進化してもうこれはちょっと採用だ。サルジエも使用しておく。はい、埋めるわ。ただこれ活力のツボが切れると怖いので大事なのは、まあでもさすがにこっちの方が大事か。サルジエでオッケー、じゃあ行きますか。なるほどね。ガチギレポンパー自分のベンチのダメカに乗ってるポケモンの数かけ50なんで250、260、270、290。お守りついてないな。よーし、ほらかかってこいや。1,2,3,4,5 だからまあ落ちるよ。まあ今しめで落ちるよ。クーパーにしておきます。以上いきます。さあ育てる。ちなみにこっから負けたら本当にもうないだろクーパーでいこう。で狙って、okay. クロバット、ナイトアセット3枚なんで3枚引く。よしよし。穴抜きの表裏目だね。入れ替えの方が良かったねそうなんだよな。私らはハッピーマックスでマリー回収、はい、でそのまま使いますと。そのマリーなのやり言うたで気休みを。完璧すぎる。風船だけクロバットあたりに渡しておこうかな。はい、じゃあこれでじゃあ悪の今しめで。はい、了解です。はい、特性が1,2,3,4,7,8,9,10,120取ります。で最後2枚どうぞ。はい、折れたって2で追加1枚取る。はい、だがしかしよ、こっちにはやたまごちゃん持ってるおこりざるちゃんがいんのよ。まあそうだね、高速立たないとちょっとね。そうなんだよ。マンキー用意されなきゃ。オッケー、レベルボール来いマンちゃん。さらに活力の鍋じゃない、ツボだ鍋ギュンギュンで戻して、さらに方向して1枚つけてダメ感乗って250になって、おっぽっぽで、はいはい、これでちょっと現状復帰ですね。はい、でサルジエで活力埋めるな、うん、で、これはもう圧縮もしない。博士でいいや。博士了解です。恨みダメはまあ使っとこうかな。あー、なるほど。で、これ1個は、まあなんか場にダメ感がいっぱいあるのは、ちょっと大事な気がする。うん。こっちにしとこう。幸せ玉があるから手札減らしとくわ。その手札を使います。はい、了解です。よっ。コリザルと、等エネルギーにしようかな。あー、コリザルもこれで引く確率上がったのかもだ。そうだね。で、クイックボールでマリー取らせてしまう。はい、了解です。してルージュが回収しておいて、まあサイド取っちゃうので幸せ玉があんまり意味ないんだけど、まあ、とりあえずやれるだけやっといて、はい、OK。 これでじゃあガチギレボンバーで290ダメージ。190ダメージ。じゃあ580ダメージ終わり。フーパー5、6匹倒されたわ。風船クロバット。さあどうだ。もうやりたいことやったぞ。290出んだもんな。一番いきます。もう好き放題してくれ。了解しました。もうね、滅亡の光来たらいいよ。笑って死んでやるわクイックボール使います、はい、じゃあデチャソーマルが回収。だってヘルガンもいいもんねこの状態だともうなんか三振で殴るしかないけどお守りつけたそうさ、ね、そういうことですよね。逆にこれでお守り三振で殴るまでこぎつけられるとなんか下手したら負けるんで、まあ、そこまでいければっていうのがあれば、ね、デレチェンジから入りましょう。了解了解。三振を置いて手張りして付け替え2枚か。これは捨てていい。ツールスクラッパー三振をとりあえず持ってきて、はいはい、いいのを。よいしょ。ただそうさ、はいはいはい、殴れない。その差しは殴れない。殴れないのにエネバガリが溜まっていく。いやでもここ進化しないかもしれないよ。わかった。一旦ハンドに抜け紐とか入れ替えがないことを祈ってここボスでやれるためにこう。なるほどな、堅実だね。で風船クロバット逃げてワンチャン耐えるかな。間に合えなきゃ殴れないからね。太もも剣だ引くかなこれ。3枚。はい、了解了解。1枚。これか。これ分からない。どうしようかな。なるほどね。うまいことしてくれ、ね、いやこれあってもきついな。まあ一撃の方向を使います。はい、圧縮してもこんなんはもうこんなん風船引きに行くからホコリザル進化して両方立ってしまった。じゃあ僕このカットで今から風船引くんで、デッキカットの方よろしくお願いしますね。風引かすね、はい、いいカード仕込んどいてくれよ。これこれこれ上から押してあります。2枚2枚した。了解。
で、手札が結構5枚ぐらいあると。はい。じゃあ、もう、マジしかない。うん。さすがに引かれるか。おー、なるほどね。お、まだギリ耐えてるっぽい。もう、あ、待って、これレベルボール打たない方がいいな。このままサルジェ使うわ。はい。待って、でもあの三振決断はさすがに勝てると思ってるんだけど。どうなんそこは。そこどうなん倒せるか。いろいろいらないな。いろいろいらないはず。ここ埋めて、はい、あー、なるほど。いやー、これ、お守り三振とかに投げられるとちょっときついぞ。まだ付け替えがあるよ。もう、ここまで来て負けるとか本当か。でも何もやれないんで。終了で。終了で。よし。耐えたら。人体だ。もうええやん。もう勝たせてくれやん、もう。2000円貼る。はいはいはい、うねりは一応貼っとくか。了解。メタル操作。はいはいはい、どうせ、まだ打たないくせに。えねばっかり溜め込んで。で、出れない。出れない。あんのか。お守りとか引けんときついよ。ここはそうっすね。前でも相手もエネについて倒されないんで。引きました。でかい。おさらに？さらに！プレシャスボールを使ってよく。いやまだ俺風船引けるか分かんないからさ。いやー、これで負けんの？本当にこれで負けるわ、私。ちょ、風船早く。風船早く。どうの次？ちょっと待ってよ。でも、終わらせて、勝たせてくれ。これは知ってるカード。もう勝たせてくれって。サルジェ。はい。頑張ってるボス。おぉ、これはこうだな。マジで？これはね、やるしかないよ。マリー。マリー。もう勝たせてくれ。さすがに引かれるか？よーし。いや、でも待って、倒れない。まだ倒れない。まだ倒れないんだよ、そいつ。逃げます。あ、そっか。まだ倒れないんだよ、そいつ。守りついてる。ふざけんな、マジで。でも関係ないよ、もう。もう耐えれるポケモンいないと信じてるんだけど、いや、またボスで縛られたら、もう最後の風船探しの旅になる、また。なるほどね。うん。これでじゃあ、サルジェは使ったんで、OK。じゃあ、ガチギレボンバーで290ダメージ。お守りでギリギリか。終わり。290。はい。はい。一枚いきます。もう編集だるいから終わらせてくれよ。勝つにしろ負けるにしろ。ピンクボール。ダメかな、三振回収、うん、もう受けれるポケモンは今へ。そうですね、ボスで縛るか。3人目入れ替えもない。しゃあないっすね。終了で。おー、しかちぎれ本番。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、長かった。おー、激戦でしたね。もう、いや、こんだけこっち上振れて激戦ってのおかしいよ。まあ、なんか強い弱い置いといて面白い劇だったな。